はい、どうも、羽島清志郎です。ちょっとチャンネル登録者じゃなくてチャンネル登録を変えようかな。なんかあんまり深く喋らないけどさ、やっぱなんかおじいちゃんが体調悪いってなってさ、そう、やっぱおじいちゃんがね、もう死んじゃってさ、もう病気もひどくて悪化して、お医者さんは1ヶ月くらいって言ってたんで、だけど、お母さんは2週間くらいじゃないかなって言って、やっぱ2日でさ、死んじゃって、ああ、死んじゃったなって思っちゃって、まあ別に前々から、ずっと前からさ、もうやばいやばいやばいってなってて、3年前くらいからで、いろいろ手術してどうのこうので、で死んじゃったけど、やっぱ実感は湧かないし、あと俺精神病を患ってて、あと葬式行ったらショックだし、いろいろあって俺葬式行かないんで、いや、すごい辛いから。あと人前でその俺が泣いてるとこを見られるっていうのは精神的負荷がかかるしとか言って、その薄情者だなとか言う人はその黙っててくださいね。やっぱ俺葬式には出れないんですよ。悲しくて。でもやっぱそんなに涙は出てないんだけど、出てたんだけど、何に対して涙が出てたかっていうと、やっぱりそれ俺は心のどこかでちょっと頑張ってたんですよ。やっぱりそのお父さんとの仲も仲良くしようとしたりとか、病気を治してみようとか、筋トレで改善しようとしてたんだけど、それって結局俺今すごい疲れてる状態なのに、3年経ってよりひどくなってそういうことしてるから、また疲れちゃったんですよ。それで、でもおじいちゃんが死んじゃってっていうので、なんかその同情で誘うわけじゃないんですけど、別にタイトルに入れないからね とか言ってふざけたタイトルにするんでしょうけど、なんかそれでね、おじいちゃんが死んじゃったみたいなタイトルにして、なんかやったら、そのよくわかんないツイッターのやつらが人の死をネタにして、承認欲求得てるやつらと一緒だから、でも俺は当事者だからいいかなっていうのはあったんだよ、前々、死んじゃう前はね。でもやっぱおじいちゃん失礼だし、それはしないかなって思う。そこ話すんだけど、でもやっぱり今もちょっと精神的負荷がかかってるから、寝なきゃいけない。喋りたくてしょうがないの。辛いんだけど喋りたい。こうするのが頑張りなんだろうけど、もう俺喋ることが好きでしょうがないから、ちょっと辛くてもやっちゃう。あと何が辛いかっていうと、俺もうマジでね、弱りきってて、おじいちゃんのことじゃなくて、単純に今回の旅行で、ね、そのディズニーにね、年越しディズニーしたんですよ、泊まって。お父さん聞いてるか分かんないけど、やっぱお父さんといるのがちょっと辛くてね。明らかに精神的ダメージが上がった。お父さんがリビングにいるテレビの音のダメージが上がった。前まではそこまで気にならなかった。また壊れた、一段階悪くなって、もう今回の旅最悪だった。もう正月バカみたいに混んで、多分正月がディズニー一番混んでんじゃないかな。31日で、そのなんかインパがね、すごいできるんですよ。朝の5時まで、8時から5時までできるんだけど、その期間多分ね、目いっぱい入れるんですよね、人。で、そういう人って大抵泊まってる人も多いかもしれないから、他のホテルを取って泊まってる人も多いかもしれないから、すごい人が多くて、なんか唐突にエビフライ食べたいなって思った店がランドにあったんだけど、尋常じゃなく混んでて、あれ、中入って食うのになんだ、なんで外で並んでんだって思ってて、気持ち悪いって思ったし、ワッフルにアイス乗ったやつも女がずっと並んでて、お前らムカつくよって思うくらい並んでて、でチュロスも並んでたけど、ビッグサンダーマウンテンのとこ行ったら全然並んでないから やっぱみんな雑魚だなとか思いながら、チュロス買って、穴場でね買って、ビッグサンダーマウンテンならみんな買わないんだよ。やっぱまあ情報がね、武器になるみたいな。そのなんか空元気でやってるわけじゃなくて、やっぱその何回も、おじいちゃん死んじゃうのかって言って、その涙もろいから泣いてたんですけど、いざおじいちゃんが死んだってなって、やっぱおじいちゃん俺のこと好きだからさ、多分好きなんですよ。俺が悲しいとか辛いとこっていうのはね、あんまり望まないと思うので、ちょっと今も泣きそうだけどね。なんで泣くの我慢してるかっていうと、俺泣くとすごい頭痛くなるの。熱がずーってなるから。でもやっぱちゃんと悲しいな、こうしみじみおじいちゃんのことを喋ると。思い出話はしませんが、泣いちゃうので、あんまみんなの前で泣きたくないけどね。なんか涙我慢するのって、もうちょっと涙泣いてないのに頭痛が来た。やっぱそのロジックでは分かっててもダメージを受けちゃうみたいな、カグコグで言ってた。
やつみたいになってるけど、ちょっと休まないと。でも喋りたくてしょうがない。あとそれで今精神的負荷が弱くて、やっぱ精神防御力が弱くて、マジで今つまんないもの見れない。登録 YouTube の、もう気持ち悪いしね。無理無理。ちょっとごめん。俺無理だ。登録チャンネル見れない。俺のその登録チャンネルね、ちょっとごめんなさい。海野さんもちょっとやめて。ごめんね。俺は今精神衛生が悪いからちょっとつまんないです。片っ端から。いや、別に音ヘチはつまんないって言ったらすごいひどいけど、まあつまんないはつまんないけど、そういう趣旨じゃないからな、別に。ちょっとなんか。ダメだ。おーって感じですごい疲れる。おじいちゃんのダメージ、やっぱその涙には出ないんだけど、体に明らかに変な負荷がかかってる、精神的負荷。でも死んじゃったらしょうがないしなとは思ってるけど、やっぱなんで悲しがってて、やっぱ寂しいからなんですよね。でもやっぱうってきそうになったのさ、俺がすごい頑張っていったさ、頑張っていったその中学3年生の時の修学旅行で、やっぱ俺すごいもうなんかいろいろあって、いじめられてただけじゃないんですけど、いろいろあって不登校になっても、やっぱ最後だし行くかっていう、なんかむちゃくちゃな意味で行って、くっそつまんなくて、すごい嫌だった。嫌なポイントはいっぱいあった。嫌なやつになんかいっぱい写真撮られたりしたし、俺が久しぶりに来るからって最悪だった。とにかくさ、俺はそれでブチギレて怒ったら、なんか変なやつが、それはおかしいだろみたいなこと言って、はあって思って、すごい嫌なことがいっぱいあって、嫌なことしかなかった。でもね、なんだろうな、そこで買ったんですよ、杖を。おじいちゃん用ってか、俺普通に杖好きだから、あんま買ったことはないけど、めちゃくちゃいい杖があったけど、結構高かったけど、買ったらやっぱ泣きそう、本当に泣きそうなんだけどね。なんか純一さんとか、なんかすごいみんなには弱いとこ見せないようにするけど、俺は無理だな。俺強くないもん。見栄は張れない。見栄って言い方、その見栄を張るのはすごいと思うけど、なんだろうな、杖買ったらで結構使っててくれて、ふざけてるよね。涙こらえないように、って言ってね。泣くとすごい疲れるの。俺もこれ終わったら泣いちゃうかもしれない。泣いたら本当につらいんだよ。なんでかってさ、頭痛くなるの。そのクールぶってるとこじゃなくて、本当にしっかり泣いちゃうと頭痛くなって、泣かなきゃよかったと思うんですけど、なんか1ヶ月くらい、1回くらい泣かなきゃダメなんです。でもそれって溜め込んでるからね、俺多分。 よくないんだろう、やっぱ我慢してるんだろうな。でもそれは普通の人から見たら我慢でもないし頑張ってもないんだろうけど、俺の基準では相当頑張ってるんだけど、なんかやっぱ結構我慢とか頑張るのをさ、が染みついちゃってもうできない、もうやらないっていう、ね、何もしないよしてるよみたいな、プーさんみたいな、あれやっぱすごいよな。でも何もしないよするっていう、何もしないでいるのが大変だわ、やっぱなんだかんだ言って。普通の人から見たら何もしてない人にして、でも普通とかそういう幻想にとらわれるのやめよう。もうしょうもないんだよ俺も。やっぱ俺はすごい面白いね。芸人さんとは違うベクトルで、やっぱ俺は面白いと思う。でも芸人さんも俺みたいなことしたらすごい面白いと思うんだけど、芸人さんって俺みたいなことってラジオくらいしかないじゃん。でもラジオじゃ俺に勝てないんですよ。なんでかって CM があるから。すごいでしょ。CM があるっていう理由だけで俺の方が強いって。でも CM ほんと邪魔だからね。金になってんだろうけど、邪魔なんだよ CM って。だから俺は CM がないものを作るっていうけど、YouTube は CM あるけどね。でも俺 YouTube プレミアム入ってるから。 いやでも YouTube プレミアムマジで俺はね、高すぎるよ。アホでしょ。俺もなんか300円で売った方がいいと思うな。330円で、そっちの方が絶対いいと思う。でちょっと安くなる YouTube ミュージック。 YouTube ミュージックとさ、くっつける商法で売ってくるんで、俺マジで気持ち悪いなってちょっとブチギレそうになってる。1180円。もうちょっと YouTube 嫌いになったけど、YouTube ミュージックも品揃いしょぼいしさ、最近な、キングクリムゾンの配信が停止された。それが嫌だ。英語わかんないね。21st Century Schizoid Man だっけ？ 21st？ 21st？ あれ？
キングクリムゾンのさ、それしか知らないけど。かっこいい歌なのに。やべ、精神負荷が心臓に来てる。コーラの飲みすぎか。あと、相対性理論のさ、なんとかのあの子だっけ。気になるあの子も、まあ、そんな相対性理論別にそこまで好きじゃないけどさ、でもやっぱいい曲じゃん。好きだったら泣くなるし、マジでうぜえなって俺ちょっと思ってるよ。でも YouTube ミュージックが入ってるから他のサブスク入りたくないのよ。頑張って YouTube ミュージック、 Apple ミュージックか Spotify に負けないくらいさ、なんで一度配信したものをひょいって出すんだ、戻すんだよ、クソが。あと電気グルーヴも全部やれよ。マジ何がムカつくかってさ、電気グルーヴでちょっと薬やったくらいでさ、配信停止した動画さ、非公開が削除するのやめてくんない？マジでムカつくんですけど。本当にムカつく。しょうもないな、世の中。真さんだってさ。それやったことはしょうがないけど、反省して、まあちょっと出ちゃったとしても、なんか今仕事とかしてんでしょ？何それ。もう、しょうもないな、世の中ってな。でもやっぱ俺、精神的負荷がかかった夢がクソだったわ、なんか。夢が嫌な夢みたいな、怖い夢みたいな。個人情報は流出するわ、その個人情報は、流出する一端となった前の、そのなんか、夢でね、なんか、そのグループみたいので、遊んだんですよ。遊んで、そのグループ内でつまんなかったランキング、俺2位だったんで、2位じゃない、3位。ワースト3位。それですごいショックだし、めちゃくちゃ松本人志にディスられるし、俺の夢の中だから、松本人志がやったギャグも全然面白くないし、なのにめちゃくちゃ受けてるみたいな。そういう夢を見て悪夢だったねって思ったけど、起きたらよくよく考えたら俺が面白いと思ってたから俺は面白い、ね、やっぱ。でもそれを目標にしたいよね。面白い人にね、つまんないって言われたい。でもそこまで俺つまんなくないんだよ。結構面白いから。でもめちゃくちゃ面白いわけじゃないしね。そもそもさ、尖りすぎちゃってさ、面白風みたいなことしたくないの。本当に。なんかただ喋ってる間にポロッと出る光るものしか見せないみたいな。何それみたいな。そういう、垣間見えるチラおもろみたいな。チラもろ。チラおもろみたいなのをやりたいんですよ。てか、あんまなんかその、そういうの好きじゃないんですよね。ザ・ユーモアみたいなことしたくなくて。いや、別にザ・ユーモアでもいいんですけど、うまいことを言ったり、語彙力を出すっていう、まあ俺にはできないことで、もうできたとして、俺が好きなやつじゃないんだ。邪道って言い方は悪いんですけど、モノマネも俺あんまり好きじゃないんですよ。モノマネじゃないモノマネは好きなんですね。ザコシショウさんみたいな。面白い人がやる、面白すぎるモノマネらしきものは好きなんですよ。でも基本的に俺モノマネ好きじゃないので、まあ俺ができないっていうか、モノマネしたくない。なんかモノマネは何個か持っときゃモノマネは何個か持っとかなきゃいけない風潮みたいなのが嫌で、俺もモノマネできないから。人見てないし別に。モノマネしようって思わないんですよ。だからモノマネ嫌だなって。っていうのは語彙力もね、持ってたらかっけえけど、そんなすぐわかんない。じゃあ、自分が知らない言葉作った時さ、この人語彙力あるなって。で、使い方がしっかりしてればいいだけじゃん。違うんだよな。それだと唯一無二にはなれなくて。本当の俺にしか出せないものを作りたいからこそ、なるべくそういうのはなくしてるんですよ。それを省いた上でのユーモアっていう制限をかけてるっていうか、俺が別にそれが好きじゃないんですよ。うまいこと言ったりするの好きじゃないし。うまいこと言うの俺ちょっと気持ち悪いって思ってるから。なんかもう、尖りまくってひねくれまくってその末路こうなるんですよ。もう会話もギリできなくなるかもしれない。もうしたら。日本語使うのダセーなみたいになってきたけど。日本語めちゃくちゃ最高だと思ってるけど、なんかやっぱおもろに特化しすぎじゃない？面白いことするのやっぱ日本語必要でしょ。あとそのなんか外国ディスりになるけど、外国の人たちって結局ブラックジョークみたいなことで、皮肉みたいなことで笑っていくけどさ、そうじゃないじゃん。なんか俺もあんまり好きじゃない。ツイッターのやつは好きなんだろうけど、アニメとかでもさ、俺ああいうアニメ好きじゃないのよ。ボボボボボボボみたいなのが好きで。まあ、あれはあれしかないけど、みたいのってボボボボボボみたいなにはボボボボボボボしかないんですけど、なんかさ、やっちゃいけないことをするのをおもろだと思ってるのは良くないなと。だから俺多分銀魂俺全巻買えないよ。だって銀魂ってそういうもんじゃん。
パロディーをするっていう。じゃあ俺見れないなとは思っちゃうけど。まあでも銀魂も面白いんだろうけど。いやでもきついな。銀魂俺多分見れないだろうな。なんか嫌で、で、ツイッターのやつらがさ、いじってなければ、まあ、ボボ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 めちゃくちゃいじられてるだろうけど。ツイッターのユーモアは俺大っ嫌いだから。ネタツイッターは別ねって言うけど、ネタツイッターはもうみんなが思うネタツイッターってほんとしょうもないネタツイッターじゃん。俺の真のネタツイッターはね。普通のみんなが思うようなネタツイッターはもうネタツイッターですよ。ドラゴンボールで言うとこもなんとことないやつら。俺が求めてんのは、スーパーサイヤ人3です。そういうツイッターユーモア求めてるって。いて。でも俺も最近そういう真の勇者たち、おもろに向かっていこうとする気概を持ったやつらを見なくなっちゃってさ。なんでなんだろうな。あと、夏フェスタマリナさんもなんかオタクのことバカにしすぎてさ。オタクってつまんない生き物だから触れなきゃいいのにね。そんなオタクがどうのこうのって言ってるけど。なんか山田ドルゴルスレンみたいなやつと同じことだよね。やってることが夏フェスタマリナさん。まあ、相当オタクにキレてんだろうけどね。見なきゃいいのにね。俺夏フェスタマリナさん。でもな、フォローされてるからさ、ブロックできないんだよ。俺も気軽にブロックするから、ブロックするの気持ちいいと思ってるから。絶対嫌いだし、やめれないんですよ。でもね、今年の4月からね、改訂するらしいんだって。改訂したらエロい絵がほぼ乗らなくなる。ってことは俺マジで見なくていいの、ツイッター。ちょっと嬉しい。アカウント消すじゃないけど、まあ、アカウント消すにしても、ツイッターのソフトは、ソフト、アプリは消そうかな。アンインストールしようかな。それで本当に消えたら、マジで最高。本当にやめれる。俺、ポルノ目的で見てるんです。エロい絵ね。二次元。エロ二次元目的で見てるので、俺は。ツイッターに、それ以外の感じでネタツイッターはまああるけどね。なんで見てないんだろう。でもなんか、まとめすぎたんだよな。マジで。顔やば。匿名ラジオも面白いんだけど、最近見れないんだよな。俺の中でそういう見ないから俺の方が面白いみたいな線引きがあるのかなって思ったら、絶妙なんですよ。うまいこと言う。結局、おもろしろくてうまいことを言うの集合体じゃないですか、匿名ラジオって。異世界から来たどうのこうので。ね、それでね、これはちょっと殴られちゃうかもしれないな、みたいなくだりがあって、いや、殴りませんよ、みたいな感じで恐れさんが言って、あ、テレビの中に人がいるって言ったら、恐れさんがパシンみたいなね、こと言うシーンがあったんだけど、塩梅がむずいなって思うんですよ。俺の好きな塩梅がギリギリだなっていう。だからあんま見てられないんですよ。めちゃくちゃ面白くてうまいこと言ってる時もあれば、俺にそこまで刺さらないおもろでうまいことを言ってる時があるので、だから俺ずっと見てられない。面白いんだけど。うまいことを言うのを俺嫌う傾向があってね。だから俺、真帆さんも嫌いなんですけど、動画締めるときうまいこと言ってさ、脇尾さんがよっみたいな感じで、あれ絶対バカにしてるよな。あれで終わるけど。あれ好きじゃない。マジで好きじゃない。何様だっつうの。でも普通に復活はしてほしい、真帆さん。面白い動画作ったな、俺別に。もうなんていうか、なんとも思ってないし。面白い動画1本作るだけで俺、まあ1本だけじゃダメなんだけど。でもユーモア死んでるだろうな。あの人、しょうがない。アイドルやってんだもん。アイドルやったらそういう感性は持ちるから。アイドルしちゃダメだな。じゃあ、だから俺痩せちゃダメかもしれないなって思うけど、痩せるけどね。別に今痩せるとは言ってます。今は頑張っちゃいけない時期なんで。頑張るの辛すぎる、精神病は。何個任されてると思う。5つ6つと精神疲労。やべえ。やべべべべ。最近悪化したし、明らかに、うつが。ニコニコしちゃうくらい悪化した。明らかになんかね、重力がね、体の、なんか、うーってくる。ねえ。おじいちゃんがね、俺がまだ、やっぱ全然引きこもりだからさ、心配してシュッてここにいんのかもな。払うに払えねえや、そんなの。マジでそれあるかもしれないな。まあいいか、おじいちゃんならいいや。おじいちゃんのスタンド。
多分強いと思う。まあでもね、俺が辛いってことはおじいちゃんたちもあんま俺が辛い状況良くないんで、本当に休まなきゃいけないんです、俺今。おじいちゃんが死んじゃったことにダメージを受けてるので、明らかにだいぶ来てる。泣きはしないけど、泣いて治るんだったら泣こうかなって思うけど、泣くのも辛いし、別に泣いてね、おじいちゃんは嬉しいとは思わないじゃん。なるべく泣かない方がいいじゃん。泣かないでね。別に我慢してるわけじゃない。単純に、泣いても、頭も痛くならないんだったら俺泣きたいんだけど、頭痛くなるの俺辛いから。風邪状態みたいなの。引かないのよ、頭の頭痛が。頭の頭痛。きつい。でも喋りたい。喋りたいよ。本当に喋るの好きだから。取り憑かれてんだよ、喋りに。いや、もう別にこれはやっぱ、やばいな。おじいちゃんが死んでもあんま関係ないな。いや、でも、まあ、覚悟ができてたから、っていうかずっとですからね、別に。もう3年前くらいに、入院した時くらいに死んだらすごいワンワン泣いてたと思うんですけど、ずっとそういうことがあって、やってようやくいつの間にか覚悟ができてたんじゃないかなと思います。いやー、でも最後の最後ね、やっぱ見れなかったので、会いに行けなかったんですよ。旅行行く前に行けたんですけどね、なんか予感はしたんですけどね、行くなら行った方がいいかなって言ってね、やっぱりね、でもこれ、難しかったな。でも俺は今回の旅行はね、まあでも、いっぱいルームサービスでご飯食べたからいいや。カツ丼と天丼食ったからいいや。フライドポテトも食ったし。めちゃくちゃそのせいで気持ち悪くなった。それでさ、精神的負荷と、もうマジで、ずっとストレス、お父さんがいるストレスと、おじいちゃんが死んじゃったっていうので泣かないように我慢してたり、泣いたんですけどね、結局天丼が来た時、夜食った時に、あ、俺頑張ってたんだって、なんだかんだ言って俺微妙に頑張って、それでやっぱ治療が遅れると、精神がね遅れてたのかって。自力で治そうとしちゃダメだけど、俺トラウマで無理だから、病院、別に病院にトラウマはないんだけど、引きこもる前となんか考え方が反転しちゃって、ショックで、いろんなショック、適応障害かなんかで変わっちゃってさ、自分の身を守るために、ああ今のままの考え方じゃ危ないってなって、全部が狂って回っちゃってさ、それで病院行けなくなっちゃって、とあとその他もろもろで病院に行けなくて、きついね。でも別に自殺はしない、だって楽しいもん、こんな楽しいものがあるんだもん。やっぱりなんだかんだ言ってさ、ジョン・レノンとかああいう人たちがお金がどうのこうのっていうか、めちゃくちゃ楽しいことがあるんだろうね。めちゃくちゃ好きな愛してる人がいたり、めちゃくちゃ楽しいことがあるから別にいいでしょって思うんだろうな。俺もあるもん。本当にこれ好き。じゃあ俺天下人じゃん、もう。ああ、よかった。あ、俺人気出るし、ヒカキンの予言にも出たし、俺今年人気出るわ。よかった。まあ、全力でやるだけなんだよな。全力でやらないとさ、てかその無我夢中にゾーンに入ってやらないと人気になれないと思うね。余分に変な人気になるならないとか考えてるから人気出ないのよ。でも俺無理な、なんでかって喋るね、やつだから。職業って言いたくはないんだけど、喋る趣味とも言いたくないんだよな。趣味も違う。喋るの好きだから、喋ることってやっぱ言っちゃえば考えることみたいなところあるから、考える一歩手前二歩手前だからさ、そういうことずっと考えてた。でも俺人気になることもやめたって言って、いつもやめれてないけど、俺、人気になろうとする才能はない。浮かんでもできないし、やりたくないっていうようなやつ。あ、俺人気になる才能ないんだなって。だから、おもろの才能だけ磨いていくわ。尋常じゃないくらいお腹すいた。すごいっしょ。なんか、空元気みたいに見えるし。いや、空笑顔いつもするからね。俺別に。なんかもうね、作り笑顔しか笑顔ほぼできないんですよ。もうずーっと。だから逆にね、思いっきり作ってやろうって言って、にーって言ってるんですよ。自然な笑顔できない。それでもニコニコしてたら、やっぱ、ニコニコするだけでね、全然違うよ。
で、変に暗くなる必要ないんだよね、別に。いっぱい辛いことあってさ、もう負の感情があんま湧かない。だから、つまんないって思うことが少なくなった。でも今疲弊してるから、登録チャンネルとか YouTuber で、俺の羽島清志郎の方で見たらね、クソつまんない動画いっぱいあって、ちょっと吐きそうになった。俺つまんないものアレルギーだから、ほんとつまらないものが嫌いだから、 Twitter 俺すごい嫌いな。 Twitter つまらないやつしかいない。絵描いてる、エロい絵描く人好きなんだけど、エロい絵描いてる人にユーモアが伴うわけないから、天は二物をね、与えないので、基本的につまんないやつだし、いるんですよ。すごいつまんないやつがね、すごいいい創作物を作ってくれる人なんだけど、カスみたいなやつがいるんですよ。カスみたいな言うもんね。もう笑っちゃうぐらいつまんないやつがいて、笑っちゃうぐらい気持ち悪いネットのやつみたいな。ネットの批評体質みたいなやつがいて、うわ、こいつ気持ち悪いなと思ってるんですけど、でもこいつ、いいもの作ってくれるしな、クソがよ、と。ね、もっとマシな性格しろよ、みたいな。とか思ってますけど、そういうもんですよ、やっぱり。俺はもう超おもろ人間なんで、ウルトラユーモア到達者なんで、舐めないでいただきたい。言ってること全部面白いね。みんな、バカにされてるから面白いと思わないだろうけど。なんでウルトラユーモアって。本当に舐めんなよって。それの連続。楽しいな。やっぱ辛いから楽しいなって思いになってんだろうな。それでも本当に楽しいもん。いや、でも別に、おじいちゃんが死んだから楽しいって思ってるわけじゃないですよ。ちょっとね、いっぱい喋るためには、ちょっと元気出さなきゃいけない。喋ることが本当好きだけど、辛い状況で喋ったら多分頑張ってるけど、でもそれでも喋りたい。でもこういうことすると寿命減っていくのかな、ストレスで。めっちゃお腹空いてってる。顔すごい。やっぱ俺なんだかんだ言って面白い顔してるしね。髪型も面白いな。五右衛門みたい。五右衛門じゃないな。頑張れ五右衛門の方だ。爆発してるわ。でも頑張れ五右衛門みたいじゃないんだよね。朝鏡見たらさ、なんかすごいね、こうなってたから面白かった。ビョーンって。こっちから見たらそんなひどくないのよ。何でそれ。それがウルトラユーモアか。違いますよ。別にいいだろ。クソお腹すいた。多分精神的疲労を抱えながら喋るのってめっちゃお腹すくんだろうね。やばい。やばいやば。それか胃に穴が開いたか、ストレスで。でもね、寝なきゃいけない。寝たくないな。こういう脂が乗ってる時ってすごい寝たくないな。でも寝ないと俺死ぬわ、多分。精神負荷でピシャンってなりそうだ。飯食おう。何食おうかな。なんもねえんだけどさ。時間も時間だし、別にピザ頼めねえよ。我慢すんのやめてピザ頼もうかなって。ちょっとお腹すいたな。お父さんがゼロコーラ買って、ゼロカロリーコーラ買ったけど、やっぱ全然味違うね。なんかクソまずかった。何が全然味一緒じゃん。クソまじいよ。なめんなよ。ちょっとお腹すぎすぎ。やっぱそのエネルギー使うんで、その負荷がかかった状態で無理やり喋るの、エネルギー使う。ちょっと飯食ってくる。死んじゃう。それでね、最後に一つ。いろんな負荷がかかりすぎて、車酔いと多分ちょっと体調悪いのと、ストレスとか、あとなんだろうな、すごい車内が狭いので、明らかに俺気絶したんですよ、車の中で。寝たんじゃないんですよ。明らかに目を思いっきりギューってつぶって、開けたら家だったんですよ。家だ。目ギューってつぶった。俺明らかに気絶した。いつも気絶したように寝るんだけど、違う。目ギューってつぶってたのよ。で、開けたらね、だったんで、ストレスとかいろいろ、あと、腰痛なんで、すごい辛かったんですよ。腰痛で体勢もきついし。ねえ、おしっこも我慢してて、気絶した。多分俺、初めての経験だと思う。なんか、気絶なのか寝たのかわかんないんだけど、俺多分気絶だと思ってる。でも、気絶って結構優しい気絶だった。負荷かかりすぎて、気絶。
でもこんなソフトな気絶でいいのか。一回その風呂に入りすぎて、気絶しかけたことがあるんですよ。なんか、ふらってきたんですよ。ふらってくるよなって。おら、ね、ふらっと来たから、よし、止めてやるって止めたら、グンって落ちたんですよ。フェイントだったんですよ。気絶のふらりフェイント。ガチ気絶って、ふらっと来た時に、体がふん、ボーンって言って、1リットルのお茶こぼしちゃったんですね。でけえコップ、でけえジョッキに入って1リットルこぼして、売る用だったその本に大体かかるっていう。ついてないんですよね。俺、逆についてるんでしょうね。それがマイナスに向かうか、プラスに向かうかってだけど、俺、ついてるんですよ、めちゃくちゃ。ウンマンなんですよ。ウンマン。あーてなわけでね、もっと喋りたいんですけど、多分喋ったら俺の寿命が一番、俺150歳まで生きたいんですよ。150歳まで生きて、いろんな技術が発展して、めっちゃ長生きできるようになって、長生きできるようになって、いろいろできるようになって、もうね、俺好みの惑星を所有したいので、もう最終目標、俺の惑星が欲しいんですよ。半人半電子の。電子のいいとこと肉体のいいとこ、両方取りの惑星。で、別に第一人者になりたくない。第一人者ね、世界で一人目の惑星保持者とか、なんか惑星の土地を持ってる人みたいなことになったら面倒くさいじゃない。人工惑星が作れるようになって、そこまで長生きします、絶対に。理由はエロ、エロい惑星。エロい惑星を作って、エロの惑星を作るぞ。絶対に作る、絶対に。150歳まで生きるからだ。俺多分太ったままでも80歳まで生きるから、痩せて150までいきます。でも、こういうことをすると寿命が減るんですよ。無理に。でも、寿命が減ってても、今日はすごい楽しい。やっぱそもそも、何日間も喋ってなくて、すごい楽しいんですよ。で別に、おじいちゃんが死んだことを楽しがってるわけじゃないですよって、本当、楽しんでる人がそういうこと言ってる人みたいように見えるけど、全然違う、それ。マジで寂しいし、実感が湧いてないから悲しんでないだけ。いつか、ズレが来るんですよ。人が死んだ時って多分ね、実感できないと思うんです。だから、ズレが来て泣くと思います。すごい泣くと思います。そろそろ来ると思う。泣かないでほしいな。泣くとマジで頭痛い。本当ですよ。それで死んだらシャレになんねえから、頭痛で。結構痛いんですよ、泣くと、頭が。俺、ガチで泣くから、全力で泣くの。あまりその、なんかね、悲しい感情ばっかの時期で、本当に辛いので、その悲しい感情を一気に放出するんですよ。俺が腹痛を一気にね、1ヶ月に1回、すごい泣く日と、めちゃくちゃお腹痛い日が来るんですよ。同じじゃないんですけど、あるんですよ。でも、昨日も泣いたのは、なんか泣いたんですけど、それは単純にやっぱおじいちゃんが死んで気づいた。ありがとう、おじいちゃん。おじいちゃんが死んでくれたら俺が頑張ってるってことに気づいたってんで、結構それは自分じゃ分かんなかったんですよ。自分が頑張ってることっていうのはさ、それはみんなにとっては頑張ってないとか言われても、そんなことはどうでもいいの。お前らのことなんかどうでもいいか。俺の中の話やから、俺の中の話は話するなって思ったら、うるせえよな。ここ俺のチャンネルだぞな、文句言うな。ね、笑ってごまかすってね。笑うとちょっと雰囲気柔らかくならないっていうので、いつもね、ふっはっはみたいな感じで笑ってますけど。ほんと、これ作り笑いできないんでね。これも結構マジ鼻笑いなんで、俺作り笑いほんとできないんですよ。すごいですよね、芸人さんとか。うまい笑い方。だから芸人なんだろうな。そう、ひに、あの、ひどい言い方で、芸人さんすごいな。もう総合力がすごい。その、演出としてのうまさ、演技のうまさみたいなのが尋常じゃないわ。本当にできる人ってね。そうじゃなくても面白い人だけがめちゃくちゃ稼げればいいのに。もうおもろいやつも年収1億とかでいいのに。2、3億稼いでほしいな。1億稼いだらさ、税金に半分持ってかれるのバカみたいだよな。でもそのおかげでね、やっぱ金持って、でもムカつくよな、兄ちゃんとかで、ね、見たのは。金持ちからもっと税金取ると、お前が金持ちじゃないからって言うなよって思っちゃって。絶対そいつ金持ちじゃないじゃん。ね、でもさ、最近は安倍政権がさ、法人税下げてるわけじゃん。なんか法人税下げてさ、消費税上げてるらしいじゃん。なのになんかソフトバンクとかめちゃくちゃ中で金貯めてるとか、こうして下げてくれてんじゃん。
それにやっぱ下げてくれるし払うかってならないですね。でもさ、基本的にめちゃくちゃ金稼いでる企業全ズルしてるよね、絶対。それだけ税って重いんだろうね、マジで。アマゾンとか日本に払ってなかったりするじゃん。日本に払ってたりしたら絶対アマゾンはその世界一位の、資産家じゃないから、 CEO は。ずりーわ。でもそうだよな。でもそれも賢いな。国ってそんな賢いやつら集まってるのに、なんで金あげなきゃいけないの？俺の方が有用な使い方できるから、なるべくズルするわっていうのはちょっと賢いよね。うん、だってあいつらの方が賢いんだもん。経営者の方がさ、何億倍も。だってさ、結局政治家だってさ、すげえ政治家ってなかなかいないじゃん。で、結局学歴がどうのこうのっていう人間で、一応普通の賢い人なの。だと思うのよ。すごいんだろうけど、まあ俺よりはすごいけど、多分。でも結局さ、なんか、ていうかまあ一人だけじゃ変わんないんだよね、政治家って。そもそも。ね。腐ったみかん理論じゃないけど、腐ったみかんが1個あるだけで、その他が全部腐っていくわけじゃないけどさ、別に有能な人が1人増えようが良くならないんですよ。クソが無能っていうかね、ゴミがいっぱいいるから。だからあんま悪いんだけど、全員ちょっとさ、なるべくほぼ全員9割くらいの人1回やめてもらわなきゃいけないんだよ、政治家で。じじいとか、そもそも50歳以上に政治をやらせないみたいな、相当有能でない場合はやらせないとかした方がいいと思う。実績があったら50歳以上続行可能みたいにした方がいいと思う。そもそもじじいに政治をやらしちゃダメなんだよ。だってじじいに未来はないんだよ。適当にやるだろうな。保守的になるだろう。保守的にならしちゃダメなんだよな、政治って。なんか、だからもう国民全員が政治家になるって誰かが言ってたけど、まあ言ってたんじゃなくて、本当の意味での民主主義じゃないっていう、政治家に。だからもうさ、国民全員がさ、政治家になるっていうのはありだよね。国民全員で考えましょうみたいなシステムを作ってさ、できると思うのよ。それやってないだけで。独断で代表政治家みたいなのがいればいいわけで。全員が政治家になればいいと思うんだよね。全員が考えて。だから学校教育でもちゃんと組み込まなきゃいけない。小1から、小学1年生。で、選挙権も全部。選挙権ももう0歳からいいよ。0歳はギリ無理だな。6歳から。いや。なんなら歩けるんだったら別に3歳くらいでもいい。できるんだったら何歳でもいいと。だから、その、保育園っていうか幼稚園でも政治教育が必要だと思うな。やっぱり。政治だけじゃない。お金周りの税金のことも全部学校で教えちゃなきゃいけないのに、受験みたいなことしてるのがおかしいと思うの。受験ってさ、あれ本当ダメだよね、システムとして。すごいストレスかかるわけじゃん、あそこで。で、なんでその、頑張るために頑張らなきゃいけないんだろうね。普通に賢いやつはピョンポンポンポンってやっていけばいいのにね。育むじゃないけどさ、そりゃ自殺するよ。だってやっぱ子供の頃に楽しいことやってさ、なりたいものじゃないけどさ、遊びがひさ、人に希望を持たせるじゃないけどさ、結局つまんない遊びに走るわけじゃん。風俗だのなんだので、楽しいことやってなかったら、いや、それは違うか。そういうものに走りがちなのよ、先輩が教えてくれるかな、みたいな。でも、子供の頃にやっぱしっかりと遊んでおけば、別に小学校はいっぱい遊ぶかもしれないけど、中学校でも遊んでたから、俺部活もダメだと思う。俺そもそも部活本当に楽しいやつ以外やっちゃダメだと思う。俺楽しくなかった。でも俺くらいしかいないのかもしれないと思うけど、別にそんなに楽しくないからって言って、でもみんなはやめてたよね、楽しくないやつは。でも俺楽しくないのに続けてた。なんかやばいやつなんだろうね、俺。楽しくなかったら合わないって言ったらみんなやめてんだよ。俺それができなくてさ、だから壊れたんだけど、なんか続けちゃうんだよね。変に気使っちゃうんだろうね。それがあだとなってダメになったわ、人に。やっぱ防具高いからさ、続けなきゃとかなったけど。プレッシャーかけてくるからさ、みんなが。そうやったら続けなきゃダメだね、みたいな。それで壊れました。もう俺が多分生きるの下手すぎるだけなんですよ。変に優しさがあったり、変に人に気遣えたり、変に賢かったりするので。それが肌となってね、やっぱ俺は壊れちゃったんですけど、でも完全に壊れただけじゃないんでね。
でもまた今日じゃないな、止まってる時にも、あ、自分の意見を殺してまた俺は壊れたな、いや、お母さんの意見聞いちゃいけないんだなって思って、やっぱりその、でもそれって無理なんです。今すごい自分が疲弊してる状態だったら人の選択に乗っかっちゃうじゃん。だから負の連鎖だなって思って、しょうがない。でも頑張りますよ。なる、あ、頑張っちゃダメなんだけどさ、なるべくその自分の精神がより良い方向に向かっていくような作戦をしていきます。だから俺ダイエットやめます。ちょっと今は無理。本当は諦めたくなかったんだけど、ま、筋トレも頑張りの一つだから、なんかちょっとやばいなって思ったらスクワットするっていう。で、そのなんか気休めでやっていこうと思います。俺ただのデブじゃないので、明らかに危ないけど病院俺ほんと行けないし、親が忙しいし、行けないし、一人じゃそりゃ行けないし、すごいなんかね、罪なのになんかね、ずっと考えてる騎士みたいな、ね、罪なのにね、積んでるのに、積んでないですけどね、別に、YouTube があるんで、ここで一発当てたらって言ってますけど。まあでも別にね、一発当てるために頑張ってやってるわけじゃないんで、楽しいからやってるので、成功しなくてももう成功したようなもんなんですよ。だってマジでね、自己暗示でもこんなに楽しいんだったら俺全然いいよ。それは誰かがなんかみんな何でもすぐ言い訳っていうかさ、そういうこと言うじゃん、つまんなくするっていうかさ、水を差すじゃん、ま、水差すじゃん。俺自己暗示でもこんな楽しいんだったらマジ自己暗示ありがとう、自己正当化ありがとう、俺が楽しんだからいいんだよ別に。まあ、タイトル決めんのめんどくせえからつけないっていうのは、どうしようね。でもつけれないから一旦つけるのやめようかな。でもつけるね。でも最近変なタイトルにしてはマジで露骨に見てくれないんだよな。いいじゃん変なタイトル、みんな嫌いなんだよな変なタイトル。でも今日はすごい話したいことあった ビームゴリラスト 何それ本当に舐めまくってる。ビームゴリラストーン、ビームゴリラ、水ゴリラ、ライフステーキ、チョコの鎧、線香花火、青鮭、ジグザグパンツ、ビームパンツ、パンツショット、パンツランド、パンツランド、パンツ、アゴバル、ナイトモーモン、ゲッパーライドシ、ガムダムキング、ダムバム、ベッチュージュース、ブーメランチッツァ、トライウォーウォン、チャティッシュ、パープルパンダ、ジャンボ紅生姜、クリームオレンジソーダ、テンチャ、どんぐりコンパス、ハラワタソーダ、ドリルトマト、ビームまんじゅう、キニク。うわ、最高のタイトルじゃん。絶対やめねえ。え？思ったよりタイトルが最高だったんだが。あ、やっぱいいな、このタイトル。このタイトルやめねえよ。マジで最高だから。やっぱ俺が、おかしいけど、だって別に雑談にタイトルなんていらない。なんでもいいのよ。昨日のビームゴリラ見た？とか言って。あ、見た見た。羽島清志郎のビームゴリラね。俺はパンツランド好きだけどなって言って。そう、でも、やっぱ一番面白いのはね、キニクだよなみたいな。あ、いや、適当に言ってるだけですね、名前は。別に雑談の内容を、完全に覚えて言ってるわけじゃないので。まあ、そんな感じでね。飯食います。飯食わないと入んないし、あと風呂入ってないし、3日くらい。2日、嘘、2日。いや、3日だな。で、3日入んなくても全然大丈夫なんで。で、2週間入らない時とかあるんですよ。2週間入らないとさすがに体痒すぎて、うぎゃーってなっちゃうんで入りますけど。で、めちゃくちゃ面白い。1日そのさ、ディズニー行く前に、やっぱさ、風呂入ろうって、やっぱそのさ、臭いって思われてから嫌だから。いろんな人にね、キャストだのなんだのに。だからさ、風呂2回入ったの。1回目はね、お父さんが入ってすぐだったけど、めちゃくちゃ暑くて、暑って言って逃げてきて。2回目入って体を入念だから洗ったらね、額から汗が止まんなくなって。なんか多分ここのさ、垢が取れたのか、ずっと額から汗が出てきて、面白かった。ってなわけで、おじいちゃん死んで、多分目には見えない疲労が溜まってるので、多分動画はそんな出ませんって言ってバンって出るんですけど、本当は休みたくないんだけど、多分今後のこと考えてちょっと休もうと思います。全然休みたくないんですけど、楽しいんだけどね、絶対心がざわざわしてよくないので、
本当はやりたいけど って言ってやりたくない人じゃないですよ。マジでやりたい。誰やろうかなって言うけど、マジで直してもっとフルパワーでやりたいので、まあでもやりたかったらやるわ。でもおじいちゃん本当ありがとうだな。マジで泣きそうだ。ねえ、もうね、本当は勇姿を見せて、俺がね、人気でも人気じゃないけどね、人気になってあげればよかったけど、分かりやすくね。でも、それもいけないんだよな、教育的にさ。心配だよって言うけど、別に未来って何も決まってないんですよ、結局。誰も。いつ死ぬか分からないし。なのになんか安定とかどうのこうのとかさ、ふざけんなって話なんですよ。それはおじいちゃんとかに言ってるんだけど、そういうことを言いふらかしてるやつが許せない。おじいちゃんたちがむやみに変な心配してるしさ。安定ってよくわかんないからね。だって俺別にさ、いやみんななんかやっぱ高校までは行った方がいいよとか言ってる人いるけど、俺マジで行けなかったからしょうがないんだよ。なんか行けなかったんだなって思うんですよ。やっぱりね、頑張ったんだけど、やっぱ行けなかった。無理だった。だから俺行けない側の人間なんだなって思ってやりました。あと俺肉体労働嫌なんで、やっぱ甘やかされて育ったんで、っていうわけじゃなくて、単純に俺はこれも不幸自慢みたいなんですけど、なんか先天性の病気で運動が大事な時期に運動できなくて、あんまりね、運動禁止で、でその禁止して、そろそろ運動解禁はまだされないんだけど、その頃くらいにネットを見つけちゃって、で運動は解禁されたんだけど、その頃にはネットにはまっちゃってね。で食うことは好きだし、で運動にも結構トラウマがあって、やっぱ自信もなくなってってね、リレーもどんどん遅くなっていくし、まあ頑張ってないから遅いもん遅いんだけど、だって俺はもう中学校最後の時にもね、俺もう足が遅くてみんなボコボコにされたんで。ひどいよ、もう。罵詈雑言なるしで。で、俺なんてスポーツできるやつが何がそんな偉いんだよって思って。だから俺は多分ハイキューとか見れないな、そういう理由です。俺はスポーツがね、嫌いなんで、やっぱスポーツやってるやつって基本的になんかね、いいやつもいるんだけど、中途半端にうまいやつってバカしかいないので、本当にすげえやつってね、健全な精神を持ってるんですけど、基本的に俺の周りにいるやつで本当にすごいやつっていないから、中途半端なやつしかいないんですよ。でもすごいやつはそんな悪く言ってなかったけど、中には悪く言ってないやつもいるんですけど、全然いいやつもね。でも基本的に悪なんで、でも全然別に中途半端でもいいやつもいるんですけど、やっぱ悪いやつもいっぱいいて、まあ俺はそれでね、もう嫌だなって思って。 まあでもスポーツやってるやつは基本的にバカしかいねえけどな。バカは多いよ、やっぱり。明らかにバカは多いよ。その前にちょっとやっぱ道徳、なんか、渋沢栄一とかが言ってる道徳の考え方とかさ、オリエンタルラジオの言ってたやつで、すごいためになったと思った。動画で見てんのにね。俺も本買おうかな、と思ったけど。ね。道徳って大切だなみたいな思いました。まあ別に、でも俺が辛かったのはいじめだけじゃないんですけどね。いじめもそりゃ辛いけど、その他全部もろもろが辛くて、自分の何が辛かったのか気づけなかったのが辛かったな。やっぱいじめっていうよく話題になってるものになったから、これ全部いじめが悪いんだと思って、それだけじゃなかった。でもガキだからしょうがないんですよ、そういうの。わからないじゃん、ガキって。何もだから、まあ自殺しなくてよかった。犯罪もしなくてよかった。何か復讐でどうのこうのとか。幸せな今がおるの、俺がいるのは、あの時、踏ん張ってくれたおかげだし、やっぱおばあちゃん、おじいちゃん、俺を優しく育ててくれたおかげなんでね。泣きそうだけど。泣きそうな、泣きそうですけど。マジ感謝だ。これから強く生きていきます。まあ強く生きるために、休みます。飯食って。本当に休みたくない。どんどん喋っていきたいけど、俺は分かったんです。俺は目に見えずどこかで我慢したり、
頑張っちゃってる人間なんだって思って、でもそれはみんなから見たらちっちゃいものだけど、俺の中ではとてつもない頑張りなんだけど、その大きいものはやっぱ大きすぎるから多分見えないみたいな、もしくは俺の真後ろなのか、わかりませんが、俺の視界、視界の視覚、視界の視覚ね、常にいるのかもしれませんが、なるべく我慢しないで、頑張らないを、なるべくやっていきたい。そこで頑張るってことですよね。まあ、頑張るってことはもう良くないとか言ってるけど、まあ、確かに良くないっちゃ良くないけど、だからって言って頑張るのっていう応援禁止っていうのは違うと思うんだけど、まあ、やっていこうと思いますよ。ということでね、ちょっと飯食って寝ようかな。飯食うのめんどくせえな。寝るだけかもしれない。はいになっちゃってね。なんでだろうな。でも辛かったな、今日は。いろいろ辛かった、精神的負荷で。でももう二度とお父さんと旅行に行きません。スター・ウォーズもちょっと見に行ってあげようかなって思ったけど、俺は絶対に行きません。一人で見に行きます。もう最近なんかね、やっぱお父さんがテレビ、お父さん耳悪いんでテレビの音でかいんですけど、俺テレビ嫌いなんですよ。テレビってつまんないからね。基本的に。カスみたいなね、ユーモアの最底辺みたいな、やっぱこんなんで笑うやつが多いんだな、みたいな。つまんないことしかやってないので。やっぱりテレビでつまんないからね。面白いのって基本的に脚本家とかさ、芸人じゃん。ほぼ芸人だとは思うんだけど、結局は芸人じゃん。ねえ。面白くないなって。でも別になんか夏井さんが言ってたけど、面白くないって言ってどの子の騒いでる人がいるけどっていうのは、それは多分テレビを見てるだけでずっと面白くないって言ってる人なんだ。あとテレビってネガティブな情報ばっか流すから、俺やっぱ本当ネガティブな情報はなるべく避けてるんですよ。俺マジで危ないから。危ないが弾けて今多分危ない、マジ危なすぎる状態なので、ちょっと精神を立て直すのでね、多分動画もね楽しいんだけどね、どこか頑張ってる気がするんですよ。だからちょっと、一旦休もうかな。ね。鼻で笑っちゃったけど。ちょっとね、復活するまで待ちますわ。じゃあ、あざした。本当はもっと喋ってたいんですけど。ちょっとマジで今俺、瀬戸際にいるっていう、分岐点にいると思うんで。休みます、しっかり。漫画だけ見ますよ。じゃあね。いや、でももっと喋ってて、まあいいか。私は。